保有資格33個目の紹介はオ第類危険物の試験としてはこれが最後でしたけれども1類と5類を一度に受けてきましたこれが危険物取扱者免除です1類の取扱物質は酸化性個体ですけれどもよく覚えていません なぜ1類と5類を残しておいて最後に同時受験したかと言いますと先に火薬類系の免許を取っておいて5問免除を狙ったからです結局火薬の免許取らなかったんで意味はなかったですけどねこういう問題の10問のうち6問以上取れれば合格なのでまあ落ちることはないと思いますけどね過去問さえしっかりやっていれば大丈夫ですこれで保有資格33個目の紹介を終わります